久々にカルダノのニュースをお届けしようかなと思います。カルダノ開発組織 IOHK がブロックチェーンの相互運用性サイドチェーンを 発表したということです、えー、このニュースね、10月30日、体の脳開発組織である IOHK は新たなるタイプのサイドチェーンに関する論文を発表して、数学的に証明されたセキュリティ機能を整える IOHK のサイドチェーンは、トランザクションの処理速度やコスト削減だけではなく、総合運用性にも重点を置くサイドチェーンの可能性を提案しているということでございます。まあ、ブロックチェーン間の総合運用性が出るってどういうことかって言ったら、このニュースはね、この一点だけ捉えておいてください。えっ、ー、とね、取引所がいらなくなったってことです。 取引所がね、えー、すごいと思いませんいまろんな形で取引所を迂回してなんとかと思ってましたけどもついに今回ですねうんこの体の ADA この ADA がですね私のウォレットからあなたのウォレット 取引所を介さずに直接届いてしまうということで資金の流れがこれで <laughs> 追えなくなるんではないかなというところもありますし手数料がどこにも払うところがなくなるっていうことでもありますしこの ADA の流動性がさらにさらに高まっていくニュースなんではないかなと思いますはいそれでは今回は短いですけどもねすごく大きなニュースになりました以上です